皆さんこんにちは、ワンダーレクルビジです。では今回はスーパーファミコンの紺碧の艦隊続きをプレイしていきたいと思います。すでに新兵器の開発などはすべて完了しておりますので、いきなり作戦から入っていきます。ロスアラモス鉄槌作戦です。今回の作戦目標は原爆製造の拠点ロスアラモスである。攻撃第一艦隊から発進した爆流隊はロスアラモスを目指し投進せよ。攻撃第一艦隊というのはハワイで露獲したアメリカ軍の戦艦たちを改造したものですね。攻撃第二艦隊、これも同じです。これは陽動としてサンディエゴの軍施設の攻撃をせよということになっています。攻撃目標のロスアラモスは東方、このマップ外ということですね。爆流隊は東の端、マップの右上ですね、ここから原爆製造工場を目指して突入してもらいたいという内容です。その他サンディエゴの軍施設は徹底的に破壊せよという内容です。新兵器ですが、新しいものは開発はしてないんですけども、この作戦では爆流体ですね、これが自動で配備されます。ロスアラモス攻撃用爆撃機リモコン弾を装備しているということです。敵の新兵器はありません。ではこれでマップに入りましょう。爆流体をまずは動かしていきます。ここにいるのがその爆流ですね。1トン爆弾を積んでます。これをマップの、右上ですね、そっちの方から突入させていきますので、忘れないうちにね、これは操作してしまいましょう。 OVA の中でも超低空飛行でロスアラモスに突入して見事にね、原爆製造工場を破壊しているというシーンがあったと思いますが、ここも低空で入っていきます。で、攻撃艦隊の方は敵の艦隊とサンディエゴの軍施設、これの破壊をしたいと思いますので、まずは敵の状況を確認します。ここにいるのが駐留艦隊ですね。水雷戦隊、魚雷の射程は4ですね。この魚雷の射程を意識して距離感を取っていきましょう。巡洋艦もいます。これは連装砲の射程が4になっていますね。その他サンディエゴの軍施設がいくつかあります。航空機ですが、多弾ロケット弾を装備した B24Z、 これが4ユニットすでに出てますね。さらに極地戦闘機 P38 が2ユニット出てますね。これに対抗していこうという流れだと思います。一方攻撃艦隊の方ですが、こっちの方にはですね、なんと艦載機積んでますね。春蘭積んでますので、これ早速ですけども発艦させます。爆弾も一応装備した状態で出てもらいましょう。これで敵の動きを見極めていきます。一方攻撃第一艦隊の方はですね、なんといってもここにいる広角と白角、ここに艦載機として噴式の春蘭と艦長の攻撃機早産がいますので、これをうまく使っていくっていう戦いになると思います。まずは母艦から春蘭を出したいので、春蘭が動ける距離感まで詰めていっちゃいましょう。敵の攻撃で多少損害が出てしまう可能性はあると思うので、それを覚悟した上で先制攻撃機が出せるように先に春蘭を発艦します。で、春蘭の後に早産という形でね、発艦の順番は決めていきましょう。ではこれで時間を進めていきます。敵の攻撃、先制攻撃を受けますね。魚雷攻撃を受けて巡洋艦が沈む。
いやー、魚雷やっぱり強力ですね。一撃で、完全に、巡洋艦が、2隻、さらに駆逐艦も、沈められてしまいました。こういう不利な戦いって久しぶりですね。ここも個別判断じゃなくて反撃を選択しとけばよかったかな。まあちょっと今更ですけどね。損害がまあ多少なりとも出ています。 B24Z、 これは噴式の処理なんで迎撃してまいります。では反撃に入りましょう。ダメージを負ってしまってますけども、旬なんで敵の局地戦闘機 P38、 これを撃墜して回ります。打ち漏らしに関しては、まあ、ここ間髪入れずですね、広角砲で撃ち落としていきます。まあ、なんといっても、爆竜が撃ち落とされないことと、あとは、攻撃艦隊ですね。これに大きな損害を受けないっていうのが、まあ、重要な、このステージのミッションになると思うので、爆竜隊と、あとは攻撃艦隊の主力艦ですね。これのケアをしっかり行っていきます。春蘭はそうは言っても敵のどうだろうな、これ。B24Z に対抗せざるを得ないので、B24Z にしっかり対処として当てて、艦隊はどれで守るかですね。このまま行くとですね、おそらく敵の魚雷を受けて大損害が出てしまうと思うので、航空機で壁作りましょう。これ以上敵に近寄らせないための航空機による壁を作ります。こっからでも空対空ロケット弾は届くので、これで B24 を撃ち落としましょう。でかつ、春蘭に250キロの爆弾積んであるので、余った爆弾を落とします。まあ、あんまりダメージ取れませんでしたけど、まあ、爆弾を落とせたので、これはこれでよしとして、で、こちらは下がりながら、戦っていきます。早産、一トン爆弾でいいかな。魚雷の方がいいかな。ちょっと微妙なところだな。いや、一トン爆弾にしましょう。最悪、爆撃で敵艦を沈めましょう。で、ミサイル弾を打ち込んでいきます。この攻撃艦隊の戦艦は、ミサイル、ロケットかな、ロケット砲を持っているので、これで攻撃していくんですけど、OVA の中ではね、このロケット弾が、敵の軍施設を破壊するのにすごく有効だったんですけど、今、対艦戦をやってみた感じだと、ちょっと攻撃力としては物足りないなという感じがしましたね。うわ。多弾ロケット弾の攻撃、ここで受けるのか。うわ、やられた。
とされたか。多弾ロケット弾強いな。これ攻撃第二艦隊が壊滅する恐れがありますね。攻撃第一艦隊だけは絶対に生還してもらいたいな。ロケット弾の弾数がまだ残ってるとなると迂闊に動けないですね。では早産を使ってまずは敵の攻撃第一艦隊の方に向かってきていた部隊を撃沈しましょう。航空機の壁がある限りは、まあ、有効にね、機能してくれると思いますので。で、多弾ロケット弾を持った B24Z。1ユニットこっちに来てたものは、分式のシュンランのロケット弾で、撃墜します。はい、こんな感じでですね、敵の中流艦隊の駆逐艦を航空隊で固めた状態ですね。この状態であれば一方的に攻撃ができるので、まあ、ダメージを受けずに敵艦隊を撃滅できます、まあ、ただこのロケット弾が思ったよりというか全然というか火力が出てないですね。まずは時間かかりましたがワンユニット撃破できましたね。では空いたスペースに駆逐艦を進めていきます。これで中流艦隊のうち駆逐艦を壊滅させました。ある程度安心して部隊を進められる状況を作れたので、ここからサンディエゴの基地攻撃に転進していきます。航空隊も一度戻ってですね、爆弾を補充しましょう。残っている敵の巡洋艦ですね、これはできればノーダメージで倒したいので距離感を測りつつ攻撃のチャンスを伺います。61センチの酸素魚雷であれば敵の魚雷のレンジ外から攻撃できますね。運式のミサイル弾ですね、ロケット弾、これを敵の湾口施設に打ち込みます。湾口施設には効くな。しかもむちゃくちゃ効きますねこれね。なので湾口施設にはミサイル弾めちゃくちゃ有効です。ではこの要領で敵部隊の破壊を続けていきましょう。爆流隊は敵基地の攻撃を行っている間に順調に予定のポイントに近づきつつあります。そして最後の敵のサンディエゴの基地ですね、残っているところにミサイル弾を打ち込んでいきましょう。これね、対艦攻撃能力は弱いかなと思ったんですけど、
要塞攻撃にはむちゃくちゃ強いですね。こんな感じでだいぶダメージ取れます。こちらからも打ち込んでいきましょう。これで敵の施設は全部破壊完了になります。あとは爆流体をね、予定のポイントへと到達されすれば、このステージ攻略完了になります。早速動かしていっちゃいましょうね。前期突入です。ちょっとバグってますけど、これ、まあ、爆竜がおそらく頑張って、敵のロスアラモスに向かって攻撃を行った、まあ、その場面だと思います。ちょっと画面が最後バグってるのが残念ですね。作戦は終了した。原爆製造工場は炎に包まれ、原子爆弾の開発も 2,3 年は停滞するであろう。切り札を失ったアメリカは日米和平交渉の席に着くことを拒むことができなくなった。ここに後世太平洋戦争は事実上終了したと言ってよいだろう。しかし、世界各地から争いの炎が完全になくなったわけではない。世界平和への道ほどは険しく長い。今また強大な独裁勢力の足音がアジアを狙って着々と進行しつつあった。はるかヨーロッパ戦線では、後世ドイツ軍総統ハインリヒ・ヒトラーが猛威を振るっている。我が日本もこの後激動のヨーロッパ戦線へと参戦していくことになる。しかしそれはまた別の機会に…ということでね、これスーパーファミコンなんですけど、続編がどうやら出てないみたいなんですよね。ちょっとそこだけ残念ですね。では最後にですね、ゲームオーバーになった時の画面がどんなものかというのを見ていただいて、コンペキの艦隊スーパーファミコン版ゲーム完了という形にさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。